年ちょっと自分が落ち込んでた時があって、そこで本当になんていうんですかね、ダメな時も続けないと始まんないなっていうのは本当に強く思って、初めてこうプロに入ってからの大きな挫折じゃないけど、まあ、その壁っていうかそれに当たったので、本当にそこで続けることをやめたらダメだなっていうのは本当に強く思いました。何度ですか？36度です。正常ですね。結構体重変動します？夏は1回71とか、うん、今 73.5 なんですけど、正常で 71.5 とか、うん、結構減りましたね。やっぱり1試合やると結構勢いで、それはやばいです。俺、2キロぐらい減ります。2キロ、はい、で特に練習、最近練習前にちょっと刺激入れるようになって、なんかどこ重点的にとかって意識されてるんですか？今日は、まあ、下半身、モンゴラなんですけど、ここやばくなってそれはなんかトレーナーさんと相談して？いや、全然もう自分で。そうなんですね、はい。開幕から、まあ、岡山戦かなぐらいまでずっと出てて、で足首怪我しちゃって、で、まあ、怪我とか累積とかいろいろ重なってこう出場機会が減っていって、まあ、減っていく中でこうチームはどんどん8連勝ぐらいしていたので、まあ、いかにこう自分もチームにこう貢献できるかっていうのを考えて、まあ、やっていたんですけど、やっぱりこうなんていうんですかね、気持ちはそう思っていても、まあ、どこかでこうなんかちょっと悔しさっていうかそれも大きくて、まあ、自分の中ではその出れない時は、まあ、試行錯誤しながらじゃないですけど、はい、やってました。やっぱり自信をなくしたっていうのがでかいです。
山口山形の失点で完璧にその僕の裏を突かれたっていうシーンで失点してしまってたので、その失点がこう頭の中ぐるぐる回ってみたいな感じです。あの時はちょっときつかったですね。山形終わった後に、3日オフがあって、そこでこうなんか気持ちもリセットじゃないですけど、そうしようかなって思ったんですけど、引きずっちゃってなんかモチベーションっていうか、そのメンタルが整わないとやっぱプレーもなんかダイナミックにいけないし、体も思うように動かないしっていう感覚はありました、中断期間中もそういうモヤモヤを抱えながら練習とか練習試合とかもしてたんですよ、正直。で、開幕の前かな、本当に練習終わって、僕がこうロッカールームに帰ろうとしたら、監督がノリみたいな感じで言って、ノリ今ミスが続いてるけど、ノリお前やれるからみたいな、もう自信持ってやれよみたいな感じで言ってくれたのが、監督からそれを言われるっていうのが大きかったですね。そこでちょっと気持ちをリセットっていうか、本当にやんないといけないなっていう気持ちにはなりました。100試合よ、この前。はい、一応でしょ、セレモニーあるでしょ。セレモニーやってくれるらしいです。家族くん、家族来ます。みんな、そうっすね、家族みんなで来ます。車で来るの？車で来るらしいです。あ、来たけるから。はい、何時間なんだよ。8時間ぐらいじゃないですか。8時間で来れる。え、今4年目でしょ。4年目で8試合結構すごい。チェルメンで言うけど、俺13とかじゃないかな。え、そうなの。2年目で、ほぼほぼフル試合出て、出場停止以外のフル試合出て、ほんで3年目はジュビロでしょ。ロリのめっちゃくた了解と。この前ルケンやったやつ、次ルケンやったの。そうなんだ、エモーションね。あ、そうあ、あ、一番最初の辺ね、ルギアね、あれね、持ってるね。ユウト君のエモーションこんなんじゃなかったじゃないですか。材料は違ったエモーション。エモーションも進化してるから。こうアグレッシブさだったり空中戦だったりはもう本当に僕の特徴だと思うので、そこは負けたくないです。そんなになんかその技術がうまいとかっていう特徴じゃないんで、やっぱ泥臭くやんないといけないと思うんで、理想とするセンターバック像はなんかあんまりないんですよね。あんまりないんですけど、その動画見るんですよ、試合前に。それはあのオタメンディっていうめちゃくちゃ削り屋なんですけどその選手はめっちゃ見てます。いや、なんかその金沢時代にあの監督、柳下監督にオタメンディっていう選手を見た方がいいぞって言われて、それを見てなんだこの選手はと思ってずっと見るようにしてます。動画もファールも多いんですけど、本当になんかそのアグレッシブにバチンって取るプレーも多いんですよ。
だからまあそういうプレーをしたいなっていうのでも見てます。自分のセンターバックは1個のミスでゴールに直結するポジションだと思うし、まあ、だからこそそこで止めたら、まあ、本当ヒーローにもなれるしっていうのは、はい、魅力かなというのは思います。車好きっすよ。俺最初ハイラックスっていうの乗ってたんですよ。あ、渋いね。はい、トラック の, あの親がお父さんがジェットをやるってなって、うん、それを牽引する車がないと言い出して、うん、取られた、取られましたこれと交換になっていや本当に何もしてないですね。ずっと家にいますね俺。健太郎くんからも結構言われるんですよ、オフ何してたみたいな。家にいましたで、ね、ずっと言ってますもん俺で俺なんかそのロッジみたいなテラスみたいなとこがあるんですよ、一応なんか家に、はいはいはい、でそこでちょっと人工芝引いて、そこでちょっとあの外の風を当たったりとかそれぐらいです、外出るのめちゃくちゃなんかいい暮らしって感じですね。いやそうっすよね、俺はそれが一番いいと思うんですけど、健太郎くんはちょっとバカにしてくるんですよ2日オフとかあるじゃないですか、そしたらノリまたお前にとって地獄の日が始まるなとか言い出してまあまあ確かにそうだなとか思いながらも。あ、スリッパ出した方がいいですね。ありがとうございます。はい。今回大丈夫ですか。よし。まあ、生姜焼き作るんですけど、まあ、あのホームの試合の時の前日は生姜焼きを作るっていうなんか自分の中でのルーティーンがあるんで、ちょっと今からそれを作ります。きっかけは、いや、去年からコロナになったじゃないですか、はい、だから全然外食できなくて、タレは醤油とみりんと料理酒と、何でしたっけ、砂糖か、砂糖と、あとこれに生姜とニンニクを入れるんですよ、このチューブの。そしたらもう出来上がりですいや俺チャーハン作るんですけど、たまにチャーハン作るときにこれ大事じゃないですか。だからちょっともう上手くなりました。これに、もうただこれもうタレを、タレをこうやってもうバーって入れるだけです。もう終了っすよ、これで。この調味料だったら間違いはないですよね。黄金の。はい、黄金のあれですからね。これで終了っすよ。料理名。料理名ですか？ルーティン生姜焼きっす。大丈夫ですかこれ？本当に今一体感持ってやれてるし、本当にそれがその試合終盤だったり、本当にベンチから聞こえる声もすごくて、一回あの総がベンチにいた時に、ノリ君こっからよみたいな、ノリこっからよみたいな感じで言ってくれてた時があって、なんていうんですか、きつくてこう、あきついなと思った時もそういう声が聞こえたら、本当に頑張んないといけないっていう気持ちになりますから、本当にそれは大きいですね。
やー本当にゼロで抑えれた時ですかね。その時のあのディフェンスで集まってみんなでわーっていうのが一番なんか楽しいですそうですね、集中を本当にあの1秒も切らせないので、最後の本当に笛が鳴るまでずっと集中しておかないといけないポジションだと思うので、それは本当に終わった時はいやーやっと終わったっていう感じです。いやー喜びに浸りたいんですけど、まあまだ自分のプレーのダメなとこもあるしっていうとこの方が頭を回って浸れないです守備の面もまだまだ本当に詰めないといけないところもあると思うので、そこはもっと改善していかないと、本当に監督が言っているような J1 で戦えるチーム作りっていうのをこう今年勝ちながらそれを準備できるようにしていきたいなっていうのを思います。いやよりこうなんていうんですかねまあ200試合を迎えるときはもっと成長してる自分でありたいです。